2022明治安田生命 J1 リーグ第9節前倒しのゲームです。4月にアジアチャンピオンズリーグが行われる関係でここに日程がずれ込みました。浦和レッズ、ヴィッセル神戸の一戦です。まあ、この人選ですと佐藤さん、はい、4-2-3-1 と見るのが妥当なんでしょうか。そうですね、はい。まあ、あとは、まあ、最前線の秋元と江坂の立ち位置は、はい、まあ、始まってみてしっかり確認したいですよね。逆もあり得るということでしょうか。まあ、そうですね。前節大木原退場、そして出場停止ということで今日は合計先発のヴィッセル神戸で、基本この人選ですとやはり佐藤さん、ひし形の中盤と見るのが妥当なんでしょうか。まあ、そうですね、やはり、まあ、こういった予想通りの、まあ、配置にはなりますかね。はい、さあ初瀬が手前に落とした、コースを変えました。大迫、こぼれ球に真渡りが行きましたが大迫が切り返す、残してえぐりましたがショルツのカバー、この接触に対してサンペールが少し反応しました。あ、デビューします。PK です。音で威嚇します。浦和サポーター、武藤決まらない、足に当たったか、西川ガッツポーズ。いや、素晴らしい反応でしたよね。武藤 PK 失敗、得点は動きません。西川でしのぎました。浦和なんとか戻ってきました。大迫ボックスに入って合計が山口、これはどう、山口折り返して狭いところ打ったな、決まった PK 外した武藤、こんな難しいシュートを決めました。チップ神戸先制、武藤義則0-1です。うわ、まあ、素晴らしい角度のないところから、まあ、トライにはなりましたけど、はい、まあ、あれが入ってなかなか予想できないですよね。まあ、本当にこう難しい状況でしたけど、はい、まあ、意図してコントロールを犯したのか、まあ、どうなのかはやはり、まあ、本人しかわからないところですけど、まあ、アイデア、技術、そういったものがこの一つのゴールシーンに現れてますよね。共に開幕戦を落とした物同士の一戦ですが、アウェーチームが先に点を取りました。しかし左から関根入ってきて真ん中で松崎、左足、おお決まった、あっという間、あっという間、1分ないしは2分後浦和追いつきました。初先発の松崎、1-1。前に秋元フリックしたチャンス、ヘディング、伊藤か松崎か、柴戸ですね。柴戸ですか、柴戸のゴールだったようです。手前のフリックは秋元、ニアでうまくフリックしましたね。はい、いや、質の高いボールが入りましたし、わ、そうですね、よくうまく秋元フリックしましたし、はい、この真渡りのキックの質非常に高いですよね。逆転しました浦和、19分の得点です。2-1。運んでからもういろんな球を出してくれます。ショルツ、またぎ、秋元もらって江坂、ここに松崎がいた、来たから松崎だ、ナイスキープ、よく出ました。前川まさに決定機阻止、後方から岩波ロングフィード、岩波のロングフィードも定評があります。ここは小林勇気の、あーと秋元がちょっと払いのけた時にですね、小林の喉でしょうか、手が入りましたが、そもそもは最初小林のファールで木村主審は試合を止めました。まあ、そうですね、はい、まあ、もったいない、ちょっとリアクションになりましたよね。はい、
秋元にはレッドカードが出ました。いや、せっかくいいプレーを続けていた中でもったいない、まあ、アクションになりましたよね。さあ、アンドレス・イニエスタ、そしてユルキが入ります。クロスにした酒井、ヘディングシュート、右外、大里です。小林が飛び込んできた、こぼれたボールはどうかな、まだ混戦だ、しのいだ浦和、パス上げた、どうコーナー、いや最後西川ですかね、はい、ギリギリのところ体張りましたよね。さあ左からワンツーか、イニエスタ、その後はクロスにヘディング来た、同点、背中を取った、まあ、牧野のマークの外し方は非常に見事でしたし、まあ、さすがですよね。どうだ、外側で頭で折り返しました、イニエスタ、ワンタッチ、武藤の左足、左を追いかけていく、最後大迫が反応しました。サンペール、サンペールクロスだ、どよめきました埼玉スタジアム2002、決定機神戸サンペール、木村主審の笛が鳴りました。2対2神戸先制、浦和追いついて逆転、しかしイニエスタを起点に古巣対決、牧野で追いついた神戸、結局ゲームは2対2、勝ち点を分け合った形になりました。